弘前学院聖愛高校のピッチャーは芹川くん、キャッチャー加藤くん、ファースト原田くん、セカンド田崎くん、1番センター桜田くん、浜島くん。
光君、カウト吉田君、7番セカンド佐々木くん、8番レフト佐藤雄星くん、代打いたしました小島君に代わりまして岡林君が入ります。9番ピッチャー岡林君、背番号10、1番センター内山君、thank you。
と吉田君。6番キャッチャー佐々木君。7番ライト田中君。8番セカンド杉島君。グラウンド整備を行ってください。9番、岡林くんに代わりまして、久保くん。先ほど代打いたしました久保くんがそのまま入りライト、ライトの田中くんに代わりまして坂本くんが入りピッチャー。7番ピッチャー坂本春樹くん。背番号
84。9番ライト久保くん、背番号9。2番サード志田くん。3番ショート丸岡くん。
志田君。7番坂本くんに代わりまして、板垣くん。バッターは板垣くん。なんと久保くん。弘前学院聖愛高校から盛岡大学附属高校、バッターは長尾君、背番号18。
ご覧のように7対0で弘前学院聖愛高校が勝ちました。